スキンジューンのちょっとこれ編集する頃にはちょうどハロウィン終わってると思うんですけど、せっかく。あ、いないいないバーイ、いないいないバッかわいいね、いないいない、ダダ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 、あいよ、すごいな、ぐる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 こうです、リー、あー、あ、おいしい、みなさんこんにちは、ユニコーンキッズのジュンのかぼちゃです、イエーイ、さじまちゃんちょっと待っててね、ママちょっと取ってくるからお座りしてて、はい、お座りして、お座りして、お座りして、はい、出しますから、まずはママが好きなイエーイホスティーから紹介していきます。もうちょっとすっかり暑いんですけど、どうしようかな、ママ、うん、まずはじゃーん、これジュノちゃん用ユニコーン、イエーイ、かわいいね、ね、合わせてみたらかわいいね、はい、かわいい、かわいい、はい、次は、うん、似合ってる、似合ってるよ、次はちょっともうこれは大きめのサイズの、多分来シーズンかな、なんか肌寒いかったら嫌だなと思って、2、3用の、あー、ジュノちゃん寒いです、ジュノちゃんちょっとお腹結構カイカイしちゃうので、こうつなぎのパジャマが良くて、でもこれはだいぶ大きいかな、それとももうこれでぴったりなのかな、そしてこれ半袖でタオル生地のこう上下、結構タオルなので、コットンのタオルなので、夏でもまあ心地いいかな、でもちょっと暑いかな、まあ来シーズンに温存できそうなサイズです、 2歳用、じゃじゃーん、これは袖が、あ、肩がこのリボンになってて、もう夏用のちょっとねレインボーなんだけど、パステルっていうかちょっとなんか日本の和風な色合い、めちゃめちゃ可愛いです、ちょっとかぼちゃパンツのつなぎみたいな、なんていうのかわかんないけど、ジュノちゃんどうだよこれ、合わせてみる、かわいい、ジュノちゃんのしてみる、よいしょよいしょ、おーおおお、自分で足通せた、はいはい、これがコットンでできた星の、はい、パジャマです、キラ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 光る、そうだね、これがパンツ上下セットでした、こっちも星、ちっちゃな星、こっちも星、もう一つがこれ、トカちゃんのパジャマ、アリエル。これはね、ちょっとね、コットンじゃなくて、あ、ジュノちゃん、ジュノちゃんの頭で見える。ちょっと失敗しました。コットンじゃないと意外と 長く持たなくて、すぐヨレヨレになっちゃうので、よく見ないで、ちょっとネットで買ったので、可愛いんだけどね、すごく。はい。ちょっとね、パジャマはやっぱコットン派なので、可愛いね。カラフルで、やっぱカラフルなのがジュノちゃんも好きよね、あ、持てちゃうの、持てかないで、ジュノちゃんがそこで履いてます開ける?頑張れ、はい、じゃあ次進みます、シンくん用に T シャツ、シンくんのパジャマはちょっといいのがなくて、いつもポスティで買ってんですけど、ちょっとこれをパジャマに使おうかな、もう、はい、ちょっと爽やかな感じの、同じく T シャツ、まあ、爽やかな感じ、ちょっとこのエメラルドグリーンな、これもコットン、はい、コットンです、一応もう5歳用のを買ってます、これも5ドル5歳用の、もう幼稚園で履くこうズボンなので、もうこれもコットンなんですね、
5ドル。黒バージョン、黒、黒いズボン、ニーニーの興味なし。テーブル持ってきた。テーブルつけたいの。傘みたいになってる。2店舗目、2店舗目です。はい、帽子、ティロちゃん帽子だよ。ほら見て、ジュノちゃんの帽子リボンついてる。食べてみる、食べてみる帽子。そう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 、あ、あらかわいい。どこ行くの。これはなんかね、3枚セットでした。ジュノちゃんのお洋服だよ。あ、やっぱつなぎじゃないと。あ、はい、どうぞジュノちゃん合わせてみてください。まず1個目はちょっと柄がついてる紫の。2個目からはこの先行取らないとか。これが欲しいの。これはちょっと普通のピンクの、意外とジュノちゃんが似合う黄色、無地の黄色。はい、あの上下つなぎじゃないとジュノちゃんお腹カイカイしちゃうので、夏でも。あ、ユニコーンのレギンスをおそろです。ほらねえねえとおそろだよ。また吐き出した。でなんとちょっとなぜか同じようなデザインのショートパンツを買ってしまいました。なんかこれともう一つなんか黒いユニコーンもあって、なぜかこのデザインかぶりまくりの、はい、買っちゃった。これねえねえのだよ。まあでも両方とも可愛いからいっか。うん、はい、じゅのちゃん、何ん、可愛いでしょ、見せて。ユニコーン、ユニコーンどこにいる、いる？ユニコーンいる？ん？どこ？ユニコーン。いるでしょ、ユニコーン。これユニコーンよ。ユニコーン、ユニコーン。ユニコーン。かわいいね。これもユニコーンよ。あなたがいつの間にか持ってきた。お母ちゃんの、レギンス。もう7を買ってます。これがコーン。ママねえねえ、これも同じデザインの色違い、これねえねえのだよ。で3店舗目はしんくんのとママのも買いました。3店舗目はしんくんが好きな、はい、アベンジャーズの T シャツ、コットン、キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカの発音が分からない日本語だと。はい、キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカ、どっちだ。2枚買うと1個お得みたいな感じの、かっこいいでしょ、スーパーヒーロー、ニーニーのだよ。はあ、なんかあるね。あ、そうそう、このタグがね、派手だから。うん、で、ここではママのも買って、このね、長いこのパジャマに長い T シャツを、こう、なんだろう、ワンピースみたいな T シャツ、部屋着、ちょっと部屋着もうボロボロだったので買いました。着心地よかったら、ちょっと違う、もう一個デザインがあったのでもう一個買おうかなというところです。これもコットン、来シーズンになっちゃうんですけど、同じくプレーンのトレーナー、部屋着、ちょっと白かピンクか迷ったんですけど、もうちょっとくすんだピンクだと思ったら意外と淡いピンク。4店舗目がしんくんのパジャマ、かっこいい。最近ミニのスーパーヒーローにも興味津々。コットンのパジャマは本当になくて、なんかコットン 100% じゃないとしんくんはかゆがっちゃうので、パジャマは特にこれカメ、まあ可愛いかな、もう買い足すかな、これだけじゃ足りないからね。うん、これは幼稚園用の6ドルで、自転車の爽やかな T シャツ。ジュノちゃん、あなた危ないよ、危ないよ。あ、結構トーカちゃんのパジャマいっぱい買っちゃったな。これ上下セット。あ、そう、花だね、綺麗だね。こう
なっててボタンで、かわいい。これね、じゅんのちゃんのサイズもあればよかったんだけど、なかった。花、そう、花だね。よくわかったね。はい、ワンピース。かわいい。あ、これもお星様ある。あ、そうだね。人手がお星様に見える。しんくんの、この、プレーンの T シャツ。オーストラリアンコットン。はい、これも、これは、姉妹。あの、さっきの、あの、ユニコーンのレギンスと合わせようと思って、奮発しました。これね、これ、ジュノちゃんのよ。かわいい、ほら。かわいい。かわいい。まあ、番外編じゃないですけど、アリーエクスプレスっていうインターネットでママはよく海外のものを買うんですけど、それで見つけたユニコーンの T シャツ、これ、トーカちゃん用。トーカちゃんのやつは、ジュノちゃんもね、着れる可能性があるから。これは上下セットで、なんとこれが、チュチュスカート、はい、日本ではねこういうの普段着で着ないと思うんですけど、こっちの子はスーパーとかでもこういうのを着てて、トーカちゃんまあかわいいっていうので、あの、まあトーカちゃんも着てます。はい、今回買ったものはダダ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 ダー、こんな感じです。りのちゃんパン食べてます。はい、これが最初のポスティで買ったじゅんのちゃんの、はい、ちょっとしんくんのパジャマだけもう一回買わないとダメかな。はい、いっぱい買いました。なんかお洋服屋さんっぽい。はい、こんな感じです。こっち側からもバーはーい、パンプキンでいないいないばし、かわいいね。はい、いないいない、パン食べる？もっとまた食べる？パン。パン食べよっか。美味しいね。今日のパンね。うん。はい、ジュノちゃん紹介終わったけど。ありがとう。これ今日出来たてだからね。で、ジュノちゃん結構、パンの耳が好きなんだよね。美味しい？耳。耳。ジュノちゃんの耳どこ？耳。お口は？ジュノちゃんのお口？お口お口。ポンポコポン。お腹ポンポコポン。ポンポコポンポンポン。花、お花は？えね。お手手は？お手手。そう、指は指。指。お爪はお爪。お爪。足の方に行くんだ。チョキチョキするもんね、お爪ね。あんよはあんよ。あんよ。あんよ、すごいね。アイアンマン。っていうのかな、日本語で。どうしたの、怖いの。アイアンマン。アイアンマン。キャプテンアメリカ。スーパーヒーローだよ。グーチョキパーでパンプキン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 。ベロベロベ。パチ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 、あとグーチョキパーでグーチョキパーでおーちょーちょーちょー、トーカちゃんとしんくんにもお洋服あげますよ。2杯はい、今度トーカちゃん、はい、プレスアップしていい？プレスアップする？もっとあるわ。あ、ね、ジンくんのね、あんまりなくて。待って、これ可能性が持った気がする。あ、ほんと？やっぱり。あ、じゃあじっと見てる。はい、新しいお洋服で今度から夏が始まります。はい、じゃあコーディネート大成功。コーデトゥーもするコーデトゥーもするコーデトゥーやろう、はい、うん、いいよ。コーデー、あら、ジュンノちゃんもユニコーン尽くし、トーカちゃんはスカート、スカートさ、それすごい可愛いね。大きいかなと思ったけど、そういうふわっと、あ、そんなめくらないで。あ、中にズボン履いてるってジュンノちゃん、ポーズしてる。ぐる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 
ください。じゃあ最後に最高の笑顔で、はい、チーズ、カチャー。うん、コレスリーは？コレスリーもやる？ジュノちゃん決まってる、決まってる。こうですリー。あー、ジュノちゃんかわいいな。トガちゃんもかわいいな。はい、じゃあ一周してください。くる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 、ジュノちゃんもくる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 。ジュノちゃん後ろ姿もかわいいから、トガちゃんも。あ、はい、新しいお洋服でティーパーティーだそうです。クッキー？トカちゃんは何食べてんの？ポケモンクッキー。ポケモンクッキー。ポケモンクッキーと。シンくんは？豆のジュース。お、美味しそう。美味しい。あ、美味しい。美味しいって言ったね。ごくごくごく。はい、ジュンちゃんここに。シンくんは何か食べる？さすが女子は、女子はすごいね。おままごとが。上手。しんくんは、しんくんはどうしたの？何か食べるの？食べてんの？お腹空いてないのか。そしたら食べなくてもいいね。はい、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。ユニコーンキッズまた見てね。